何やらかしたお前。またやらかしとった。私負けよ。どうすかね。現場は8時31分に来やがしな。しかも撮影行く時行ったのに。コンビニだからしょっとだろ。あともう一個1枚言うてたからな。運転回れーって。ボブこいつだな、土もかぶってやーってなんかボトルみたいに入ってくるから。どういうかも、トロペローか思ったもんな、俺。全然知らん人が来たかと思いきや。突っ込んでるもんなとか。キューってさ。土煙みたいな入って、ね、やべえやつ来たと思ったら竹さんだったね。竹だもんな。ボンボンボーン。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 もう事故っただろうな。事故ったな。事故ったっすか。事故ったっす。事故ったんね。いや、経緯があるんですよ。何？いや、話すのが長くなるっすよ。まあ聞いてあげるよ、動画で YouTube で。まあ、走られちゃうからカットされるけど、カットされて、まあ、3分ぐらいになってるかもしれない。前の解説は。はいはい、一応、国道1号線走ってたんですよ。ドバ帰ってる時で、1号まっすぐ行く方向と23号それる方向がコロナワールドなんですよ。おー、はいはい。あれ、1号と23号、ドバの方向かってくる。こうかな？そうそうそう。こうやってそのまま上走っていくやつと、こう降りて、左、まあ、302みたいなやつが。そうそう。結局橋みたいな、信号がなくなって、こう大きい橋があって、そこ、速道入って、そこの大きいところだよな。そうファミマのとこだよ。ファミマのとこだよ。ファミマのとこだよ。高速の入り口のとこだな。はいはい、はい。はいはい。分岐のところで、普通に走ってたんですよ。うん、そしたら、斜め前、右車線の、なんか、車が、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。やべえやつ。すごい爆音。超絶爆音ですね。パニラ、パニラ、パニラ、パニラって言ってるやつじゃないのあれ。邪魔状じゃないから。いやバニラとか時給がいいぞとか走ってるよな。なんか聞いたことあるんですよ。名機とかに多いね。おりますね。そんなことはいいんですけど。前の車もおって、ああ、まあ前の車今届いて走っとったんだ。そうです。で降りてく手前のファミリーマートの、はいはい、その分岐ところ、うん、真ん中ポール立ってるじゃないですか、はいはい、はい、その直前ぐらいで、うん、斜め前にいた車がウィンカーも出さず頭振ってきたんですよ、こっちに。1号線の橋、1号線の橋を登ろうとしてたよ。そうです、うん、で、ウィンカーも出さずこう斜めに入ってきたんで、ええー、と思って、うん、ブレーキ踏みながら気づいてないのかそのまま入ってくるんで、ええーと思って、で、後ろもいたんで、うん、トラックが、あ、なんで急ブレーキ踏んだら追突されちゃうんで、うわ、やべえと思って、まあ、避けるかと思って、避けようとしたんですよ、ね、うん、避けたら、こっち、縁石あるんで、うん、やべえ、縁石あるわ、無理だと思って、そう、お前を全然見てなかった。いや、なんか、ちんたらちんたら走ってくるのがいいなと思ったんですよ、こっちの車線で。普通の人だったら、うん、こっちの車線も通っとるもんで、ルームミラーなりなりで確認したら、もう入れないって気づいたら、別にまっすぐして降りればいいじゃないですか。まあそれが諦めてな。そうです。2ターンしたらまあ5分ぐらい損するけど。そうですな、うん。なのにもかかわらず、ウィンカーも出さず、そのまま勢いよく突っ込んできて、で、バーン。で、そのまま切ってたら、今度は自分が縁石乗り上げて、そのトラック横転とかしちゃったらまずいもんね。確かに。2も結構。話が広がりすぎだわ。ちょっと、気になる横転しちゃおう。急ハンドルとかじゃねえんだから。まあ確かに。急ハンドルとかしたらやばいし。まあ荷物も乗ってるし、危ないですよね、確かに。ハンドルみたいにいきなり、えぐりとかで、バーッとトラックが。まあでも、だから、倒れて走ってくるんですよ。まあ、そこまではいかないにしろ倒れちゃうかもしれないけど、ワイルドスピードみたいな感じな。まあでもその人も焦ってやべえって言ったからウィンカーも出さずそっちに来たのかもしれないけど、それでぶつかったんですよ。91か8人ぐらいなんか言いたいんだったらなんか言ってくださいみたいな、もういいよ聞いたけど、一応ぶつかった直後にファミリーマート真向かいになったので二台ともファミリーマート入れて話し合いしたんですけど、本当にすみませんって。男性なんですか？謝ってんの？こっち過失が1台か2台か動いてるからじゃないですか、やっぱり保険屋同士の話し合いだから、
一応動いてはいたんで。本当。ウィンカーをつけちゃったやつは、本当何も見てなかったです。本当道間違えです。見てなかった。だからもう焦りすぎて、もうやべえこっちじゃないって左だったって急ぎすぎて見ずに行っちゃったのかもしれない。どのスピードの世界や。そんなスピードは出てないにしろ、まあ。爆笑事故みたいななんだったら。そんなやばいやつではなく。何を言ったんだマジで。ピコハン落としてまでやっちゃうからもう。もうそこまでじゃないと思うんですけど私は。まあ過失が1割だけど10-0にもできんこともない。だからあるなら言いますかみたいな。あ、10-0を主張するんだったら、3-7を2-8に交渉するんだったら、保健事務所が動くので、でも9-1を10-0に主張するんだったら、保健委員は動けない。もう保健委員は関係なくなっちゃう。そんな話あるの？過失がゼロってことは保険が関係ないみたいな。そうなの。おかしくね。かまぼられたらじゃあ10-0じゃん。保険は動かんのとか、相手の保険屋と直接話してくださいとか、もうそんな特約なんかつけてほしいよ。相手のよくわからんじゃん。もう確かに保険屋に任せるわけじゃん。まあ確かにね。そうね、交渉の何かあった時は対応しますぐらいな感じで。そうそうそう、10-0でも対応してほしいよ。でもお前あるだろ、思い出した病院通ってるなんで絶対あの事故で痛くないでしょ。いやだって痛いっすよ。だって自分のトラックエアブレーキなんですよ。チューでだいぶ速度落ちてったんですけど、もう当たるって思ってもう踏むじゃないですか、まあ、こっちもちょっと焦って踏む感じですね。コンバコンバコンってそのトラックのエアブレーキ。ああまあそうだな、まあ、行くならちゃんと行った方がいいぞ。そしてお金ももらえんしな、まあ、お金もらうためじゃないけど、まあ腰痛くてやっぱ仕事も一生来るんだったらお金はもらう、そのための保険だな。行ってだってあるだろ、まあ、1日2日しか休めるよ。忙しいですね。忙しいじゃん。いいんで病院行った時だけ、痛い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 とか言ったんだろお前どうせ。いやいやいや大丈夫ですかって言われても、もうちょっと痛いから、もう痛くなかったら今度いいですよって。いやもうちょっとリハビリ行くさ、なんかね、あの光みたいになってるんじゃない。もう完全にマスターしてる。もうそうですし、迷ったらお前ギボキ鳴らされてかわいいやつ。またこいつのメンタルやられる。ノーメンタル。絶対コメントで書かれる。あ、メンタル。うるさいです。本当に痛いんだろ。本当に痛いんだろ。痛いですよ。まあまあそこだけは考えたって、まあ、こいつらも忙しい中で病院行ってるので、まあまあ半分冗談で言ってるけど、まあまあそんなね、1ヶ月も通って金引っ張ったんだろうけど、まあまあそういうんだろう。はい、まあちょっと事故でね、気をつけてください皆さん。これ朝ね、ご社員に公開してみんな朝楽しみに行ってくれてるっていうのが結構多いと思うんですけど、まあ、運転だけは気をつけて、まあ半分ちょっとネタでやったのもあるんですけど、大した仕事もなかったし、ちょっと試合前痛いのも、まあまあ事実だし、大切な体なので皆さん気をつけてください。はい、チャンネル登録はなんていう、それは岡部です。あなたの人生の一部を僕にください。ファミリーになりたいんで、うん、俺あんなことよう言えんわ。最近ちょっとまたなチャンネル登録者数も伸びてきて、ね、今インスタもみんなやって、今うちの社員もみんな営業もみんなやって、はい、結構みんなで競ってね現場を飛んでるから、はい、塗装の方とかシーニングの方もねよう取れるんで、はい、まあ、そっちの方も見てくれると。俺もあんまり上げてないけど、逆にプランナーとかさ、営業は現場しょっちゅう行くからさ、シーリングの職人さんとかああいうのでちょっとへえと思うようなことちょこちょこ上げてるから、うん、面白いと思う。はい、ぜひ皆さん登録お願いします。お願いします。 LINE、はい、アットね、塗り替え道場の LINE アットがそっちでも配信してるみたいなんで、その検討したりとか、そちらの方の登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。また見てねー。